空飛ぶカヌーは、カナダのケベック州に伝わる民話である。空飛ぶカヌーアンリジュリアンが1822年の大晦日、ガティノー川の近くの森の奥にあるキコリ小屋。厳しい寒さの冬は、ここは陸の孤島となり、雪が小屋のそばに高く積もっていた。キコリたちやコックのジョーは、酔っ払って眠っていたが、深夜、ジョーは、キコリのバティストに揺り起こされた。 バティストは遠く離れた町にいる恋人に大晦日の夜だけでも一目会いたいと思い、その連れにジョーを誘ったのだった。朝までには戻れるとバティスト。しかし、どうやって300マイルの距離を深い森を抜け、雪をかき分けて移動して仕事に間に合うように戻れるというのかバティストはカヌーを使うという。実は、バティストは悪魔と契約を結んでいたのだった。 悪魔の空飛ぶカヌーを使う代わりにイエスキリストの名を口にしないことカヌーで移動する際に教会の屋根の十字架にも触れないと約束しなければならないバティストは他に一緒に行く8人に酒を行ってきたりとも飲まないと約束させていることもジョーに教えたシラフでなければ悪魔との契約は守れない守れなければ悪魔に魂を売り渡してしまうことになる バティスト、ジョーと他の男たちが、どうにかカヌーに乗り込んだところで、悪魔の、ぼんやりとした姿が現れ、みんなは凍えるような暗闇の中にカヌーを漕ぎ出した。ジョーの遥か下の方に凍った、ガティノー川や、多くの村や、教会の戦闘が見え、そして、モントリオールの街の明かりが見えてきた。カヌーはほどなくして、目的地に着いた。大晦日のパーティーが、 賑やかに行われていて、フィドルが盛大に曲を奏で、みんなが楽しそうに部屋の中を踊り回っていた。木こりたちがこんなに早く到着したことに、誰も疑問を持つこともなく、新しい客を歓迎し、抱きしめた。男たちは踊りに加わった。踊っているうちに午前4時になった。時間通りに仕事に取りかかるため、みんなは戻らなければならなくなったが、 蝶の目に飛び込んできたのは、こともあろうに酔っ払っているバティストの姿だった。一体何ということだバティストが温度を取らなければならないのに。カヌーが闇夜に浮かび上がった時、バティストの手元は危なっかしくふらついていた。モントリオールの上空では、もう少しで、カヌーが、教会の先頭にぶつかるところだった。さほどに進みもしないうちに、カヌーは吹きだまりに突っ込んだ。 恐ろしいことに、悪魔は、皆の魂を盗もうとしているのだ。皆はバティストを縛って、猿ツ輪を噛ませ、ジョーにこの場を仕切らせた。最初の数マイルはどうにか進んだが、バティストが突然縄をほどいて、カヌーをこごうとした。こぐんじゃない、バティスト。震えと、恐ろしさとで、ジョーのこぐカヌーは、大きな松の木にぶち当たった。みんなはカヌーから放り出された。 朝になって小屋に残ったキコリたちが彼らを見つけ、おそらく飲みすぎて外に出たのだろうと考えた。ありがたいことに悪魔の恐ろしい復讐はなかった。女王と仲間たちは他のキコリには本当のことは言わなかった。その後、この話はアレンジされてケベック州内に広まっている。アカディアではカヌーは漁船となり、ガスペではタラを入れる容器となり、 セントローレンス川下流域では、盛りをやっている面々が、上下逆さまの馬車、あるいは大きな豚に乗って空を飛ぶという話になっている。マドレーヌ諸島では、カヌーが夜空を失踪するときに、わめき声や、恐ろしい叫び声、ガチャガチャいう鎖の音が聞こえるという。この物語はもともと、フランスのギャルリという貴族が、狩りに、夢中なあまり。 日曜日の礼拝をサボったため、罰として、夜空を、馬や吠えたける狼に追われながら駆け巡ることになってしまう話が元になっている。ムーデート、フレンチカナディアンレジェンズ、ザ・ウィッチ・ド・カヌー、ハット・ストック・フォト・オブ・ポステージ・スタンプ・カナダ・サーカー1991、プレイ・フィルムズ、フォーカス・オン・アニメーション・アンフ、ハット・ラ・ピトーネ・ユー・ラバー・ハット・ウニブリュー、マウジテ・アバウト・ザ・レジェンド、 クロード・デュボは、シャッセ・コルリー市長、歌詞、ポルフガス・モーティス・バイ・ブラガード、レビューズアンドレーティングス、デート・ユア・ミュージック・ハット・ブラガード、ザ・ラスト・ウィーフ・フェイジ・リリックス2010・20ウィンター、オリンピックス・オープニング・セレモニー、ザ・クロニム、ハット・ウィンター・オリンピックス・グローバル・レジーナ。ありがとうございます。